というかね、トリッキー、あんまり普段やってない場所を越えたよね。黄金の車エビ、口切れた気がするわ。大和光じゃん。これもう1万円で売らないかも。これ当たりくじ付きの鮮魚セットなんで。さあ、バーミということで時間はもう10時半が迫ってます。はい、漕ぎながら気づいたんやけど、はい、やっぱ楽しいね。楽しい、楽しいな。こんなワイワイ言いながらこういう時、はい、まあ、あのこういう時は一言も喋ってないの。なんも別々の場所で、別々の場所でな。っていうのも理由があって、爆音なんですよ。はい、な、喋るのがめんどくさいやろ。めんどくさい。だからめちゃくちゃね、なん2メートルぐらいの距離におるのに LINE をし合うと高校生みたいなことしてます。はい、ということで、でもそっちの方がええやろ。はい、さあ、ということでね、でこの場所はね、ちょっとトリッキーというかね、トリッキー、あんまり普段やってない場所を越えたんやね。はい、音声の邪魔やろ。めちゃくちゃよくてもらってますけど、まあこれはしょうがない。でかい船怖いやろ、ケンちゃん。これそうです。こんな船がね、違うような、まあ、本船航路とか言ったら電気をして、本船航路とか言ったら、はい、でこういう船早いんですね。意外と早いですね。最終網。クラゲ多くないですか。クラゲ多いです。どういうこと。なんか昼間みたいな感じ。ほんまやな。ちょっとね、トリッキーな場所、砂地をこいだね。砂地、あ、いつもは砂じゃないの。泥がかかってるな。あかんねえ、これは。ハモはおるけど、ハモはあんまりお金になりません。エビも少ないながらも黄金の、黄金の車エビ、ね、いい感じに撮れてる。いい感じな。黄金の車エビが撮れました。とはいえ、うん、他の網が良かった。はい、そう、この素朴感じます。このサメは白サメですか。寿司のサメだ。ねえ、これが珍しい。え、初めて見た。わかる？なんとかガレーだと思います。何？それな、いい答えを言った。なんとかガレーじゃない。ということは？ヒラメです。そう、なんとかビラメ。え？多分ガンゾービラメ。この辺ではレベラって言う。レベラ。レベラ。うん、これは干物にするとね。そうですね、干物でなんか見たことある気がする。干物でもいいんやけど、なんとこれ刺身にしたらね、はい、うまい。知る人ぞ知るやね。でもそうだ、うん、それを刺身に食べると、あ、ちょいばき控えめ。控えめやな。よいしょ。さあ、さあさあ、もう一つの袋、なんか重いぞ。詰まったね、最悪やね、これ。めんどいパターンやね。うっ、危ない。なにこれ、ゲンちゃん。え、初めてなんですけど、これ。しかもそれ大量の取るやん。うわ、なにこれ。ゴツゴツのサムネイルですか、サムネイル。不気味な絵やん。ちょっと並べます、ね。あ、それサメじゃなかったかな。いいじゃない。はい、なんかトゲはないですか。見えたような気がします、ね。並べよう。こんなことする漁師おらんかい。もう難しいよね。昔の動画で殺しながらって言ったら、はい、かわいそうと言われ。で、優しく丁寧に返しとったら、お。ケンちゃん、最近思いました。思いました。あの、優しく丁寧にエイとかを捨て寄ったら、はい、何しとんねん、殺して逃がさんかいと。よくわからない。まあそんな感じだよ。ドン。こっちの方がサムネがいいかもしれない。
マダイ、マダイね、売れてないんよ。あ、そうなんですか。マダイ嫌いなんかな、みんな。どう高いんじゃないですか。めちゃめちゃ売れてるよ、これ。めちゃめちゃいいんだ。ちょっと高くはしたけど、でもマダイやからね、腐っても美味しいからね、はい、ただ、なさっきの一番に取れたワタリガニ、一番網か、はい、ワタリガニはそこ売れた、見た、あ、まだ見てない、見てない、ワタリガニはそこ売れた、1万円でな、1万円、ワタリガニとエビセットで、なるほど、そこ売れた、ね、あのね、この辺で取れるワタリガニも欲してる人、はい、うまいと知ってる人はね、ようおるわ、めっちゃうまいんよ、あのクラゲを捨てて怒られたことはないな。どういうことやねん、ケイちゃん、これな、何ですかこれ。サメやな、確かこれ、なんか逆田ザメに似てるような、謎のサメが大量10匹ぐらい俺でいいんだこれ、はい、全員同じ大きさや、この量楽しいって言うたやん、はい、その楽しい一つかな、あの量で余ったさ魚を持って帰ってくるんだね、あ、それが結構楽しみじゃないか、そうですね、これ何が好きですか、ケンちゃん、何ですか、普通にエビがめっちゃ美味しいと思います、あ、この前水イカ持って帰って、はいはいはい、三月さんめっちゃ美味しかった、今日入っとった、今日ちょろっとだけ入った、うまいやろ、あいつ、あいつすごいです、すごいやろ、そう、俺もエビとあれびっくりしました、で他の漁師さんもエビかあれあの、ま、水多分ヤリイカとか、そっち系ケンサキイカに近い種類や、そうです、形的にケンサキイカかなに近いね、イカやと思うんですけど、まあそんなこんなで、まあ、今日もこれから帰って、もう帰るまで10分ぐらいですけど港までね、はい、帰ってちょっと片付けしてで、なんか持って帰って食べましょう、まあ、それは動画にはしないけどな、はいはい、いや、ほう、はい、これ食べるんだ今日の報酬や、ありがとうございます、じゃあもらって帰ります、ほんまかいな、絶対持って帰らない、はい、お疲れ様でした、けんちゃん、はい、俺は犯罪を犯すわ、犯罪を何を犯罪する、気づかんの、あれ、確かに僕の服ですか、窃盗を試みるわ、寒ない、そんな寒いですか、あんたあれブリッジなんかおったけん、あ、そう、俺外でずっと1時間こうやって寒かったの、ただまあレーダーがね、ここにしかないんで、レーダーとケンちゃん映せるかな、せっかくやるの、まあ操縦席、まあ3つぐらいあるんですけど、外のレーダー、はい、外にね、しかレーダーと現状ないんで、このね、夜はレーダーを頼りにするのが一番なんで、まあ、僕は外で、ね、操縦をしてました、なんか面白いね、気のせいかな、重そうです、重そう、はい、なんかいつもなんですけど上が上にいっぱい入ってます、なんかいつも下の方が多いんだよ、なんやろね、あんまりろくな漕ぎ方してないんやけど、ね、船めっちゃおったやん、はい、それをね避けながら漕いだら思った漕ぎ方できんかったんやけど、これをが、ほぼそうすのかどうかっていうところなんですけど、それより剣の服がビジョビジョな、一応新品なんですよ、あ、エアプツが新品買ってきたんですか、はい、まあまあ、助け合いということで、はい、どうですか、剣ちゃん、なんか説明してみたい、はい、うわ、なにこれ、アコウがいました、アコウおった、初めての魚、
あ、わさび前これうちのじゃないよ。あ、うちのもしかしてこれなんか網入れるときに引っかかったのかなって勝手に思ってたんですけど、そうやね、これうちのやね。あらあら、誰が捨てたんってぶち切れよったんやけど、ここにこの辺に引っかかってきて、はい、これうちのやったんや、誰がこんなん捨てたんぞって俺思いよった、ここに刃物残ってるって思いよったんやけど、俺のが引っかかって落ちてそれが回収されただけ。そうです、マジかよ、ダサ、言わんかったよかった、編集しといてくれ。編集できないそうですか、はい、ということで、まあアコこれも売り物になるね、はい、でこれうまいんぞケンちゃん、これ知らんやろ、知っとるか、あ、ちょっと待ってよ、メイタガレー、お、じゃじゃんと、はい、メイタガレー、こんな大きいの初めて、これうまいぞ、商品にしよう、うまい、タイがおるわ、はい、お、お前これ超えとるわ、うわ、めっちゃ太ってる、なんで俺手袋してないんやろ、じゃん、タイ、よかった、これもね、実は注文取っとったんよ、あ、そうだ、だけど取れんくて、どうしようと思うよ、これ一番美味しいサイズじゃないですか、ね、しかも太っとるね、これ、はい、超えとるわ、ケイちゃん、アコがもう一匹、え、じゃじゃん、難しい、なんか、なんか色がちょっと薄いね、つとる、はい、なんかいい商品が取れましたよ、そうです、うん、おいで、俺こいつこんな取ったの初めてやわ、こいつ、それめっちゃ気になってたんですよ、じゃじゃん、カエルアンコ、これがカエルアンコ、すごいね、こんな取れるんやね、初めてこんな生で見ましたね、これはまあ食べ物じゃないけど観賞用で売れたらねめっちゃいいんやけど、そう、これでカワハギも追加で、これも商品になりますね、でイカもちらほら、してなんであれ手袋してないね、剣の服を盗むことで考えたら手袋するの忘れとった、はい、そして急ぎましょう、はい、上の袋ね、これもイカもできるだけ生かしてシャレみたいになったけど、剣ちゃんこれ珍しいやな、こいつどこ行った、こいつは来て、でちょっとほうきに入ってこう、すまん、はいはい、やるわ、すいません、さっきの珍しかったやろ、はい、あれは何ですか、これ何やろな、何ですかこれは、こっちの仲間やろね、ワニゴチとか、わからん、ワニゴチって何って感じないですか、ケンちゃん、はい、うわ、大和こうじゃん、大和こうじゃん、あ、だだだだ、大和こうじゃん、でっか、夜面白いね、はい、これ売ります、はい、大和こう、これもう1万円で売らないかもこれ、ね、まあめちゃくちゃ高級なんで、そして中和こう、儲かったね、どうしたこれ、おいで、これもよう超えとるね、はい、ちっちゃいけど、おいで、ちょっとけん、下ろそうか、これ急いで、はい、よりどり緑です、はい、そしてなんでダンボール、ダンボールの山やな、こんなもんね、海に捨てる場合やつがいっぱいおるんや、そしてまたカエルアンコウが転がり落ちてたな、映っとる、映ってます、これも売りたいんやけど、多分ね、死んじゃうよね、残念なことに、ダンボール、ダンボール通しですね、なんか多いな、どうしたこれ、あ、ごめん、持って帰りましょう、はい、
片手でイカ取れるから、ここ最近全然ええ漁できてなかったけど、この一番が一番儲かったね。そうです。おお、現地俺カエルアンコの巣を引いたらしいわ。こいつ毒ないんかな。大丈夫かな、背びれ持って。カエルアンコの巣を漕いでしまった。こういうのもね。ヒゲ剃り台でしたっけ。ちょっとね、分かりづらいんですけど。なんか俺口切れた気がするわ。なんでかしたんで。まあ、天気なんだけ良かったということで。はい、ケンちゃん、これは明日の出荷が大変や。そうですね、はい、まあ、大和子と中和子とタイとあと車エビと、車エビはどうしようかな。これぐらいもしょうがないですね。なんか誰かのなんか品にこそっと忍ばしとくか、車エビ当たりくじ、当たりくじ。はい、ということで当たりくじの、当たりくじ付きの、なんや、鮮魚セットなんで、車エビが入ったらラッキー、ラッキー、まあほぼほぼないと思ってください、はい、そこはあんまり期待しない方がいいかもしれないです。まあ遊び心としてそういうのもありますね、という、何が届くか基本的には分かりませんということで、終わっておきましょうか。はい、さあ君の仕事、エビを夜の仕事です。はい、やります。服は洗って返します。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。